はい、皆さんこんにちは。緩和ケア早期から緩和院長大津秀一です。がんってどんな病気というような基本を皆さんにお伝えしていきたいと思います。がんのこともう全然知らないって方も多いと思うんですよね。もうイメージだけだと怖い病気とか、有名人が亡くなるニュースとかもたくさん聞きますから、昔ほどではないにせよ死の代名詞かのように思っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。ただそれは事実ではないわけですね。大体皆さんや私も、まあ、どちらかがんになる可能性があるわけですね。というのは男性の場合は 60%、 女性の場合も 50% 近く生涯の間に癌になる可能性があるわけだからですね。なので二人いると皆さんと私どちらかが癌になるというようなことがあり得るわけです。それで癌の特徴なんですが、癌はもともと自分の体の中の細胞が癌細胞になるわけなんですね。そのため難しいのは、免疫も完全に自分の癌の細胞を攻撃してくれないわけですよね。自分の細胞が変化したものなので、他の人の細胞を入れると、例えば移植で入れたりすれば当然それに対して攻撃してくるので、それを免れるような薬を使わねばならないわけですが、自分の細胞ですので免疫が完全に駆逐してくれるわけじゃないんですね。その点が難点です。しかも免疫を上げると体にいいなんて言われてますけれども、本庄先生がノーベル賞を取ったのは免疫チェックポイント阻害薬の開発に関係してですけれども、免疫チェックポイント阻害薬というのは、がん細胞が免疫を逃れる仕組みをブロックすることによって、免疫がちゃんとがん細胞を倒してくれるような効果に期待するというようなものですから、もともとがん細胞はうまく免疫から逃げるような仕組みをいろいろ持ってるわけなんですよね。そのため自分の体の細胞が化けたものであると、一つ目の特徴です。もう一つ特徴があるんですね。皆さんも聞いたことがあると思います。転移ですね。がんが転移しないんだったら、例えば終わりになると。問題は、がんは転移するという性質があるので、体の別の場所に目に見えないような小さい細胞、がん細胞がですね、すでに広がっているかもしれないんですね。そうすると元々のところを取ったとしても、転移した先がちょっとずつ大きくなって、そこがそのうち転移層として認識されるようになるわけですね。そして様々な症状を起こしたりしてきます。この転移があるので、何年経ってもなかなか安心することが難しいというところがあり、そのため私も以前動画で解説したことがありますけれども、検査の前になると再発がわかるんじゃないかと不安になられる方がいらっしゃるわけですね。一般的には5年生存率と言われますけれども、5年も経つと再発するリスクが減るんですけれども、中には10年ぐらい見なくちゃいけないような腫瘍もいくつかあるわけですね。そのため5年や10年、転移や再発のことを考えながら生活しなければいけないというのが癌の大変なところですね。よく患者さんも元気そうだねとか、もう良くなっちゃったんじゃないっていうふうに思われても、実は患者さんの中では、まあでもあと何年あるしとか、まあいつそういうことが起こるかわからないしと心配されていることがあります。特にもともと再発しやすいとか、広がりがある程度以上あったということで再発のリスクがまあまああるんじゃないかと言われている方は、たとえ今病気としては落ち着いていても、そのような不安などが払拭されることはないわけなんですね。そのような点が癌の難しさであると言えると思います。ただそうは言いましても、治療はどんどん進歩していますから、必要以上に恐れたり不安になる必要はないわけですね。私の専門である症状を和らげる治療もだいぶ進歩してきてますから、病気が進んだとして痛みや苦しみが強くなるんじゃないかと、そのような不安を覚えていらっしゃる方もいますが、もしそうなった場合においても様々なできる手というのはあるわけですね。特に日本の緩和ケアは癌を中心に発展してきましたから、癌に関しては様々な経験や知識が集積されているとも言えます。そのため過剰に恐れる必要もないわけですね。できることは必ずありますので、よく医療者などとも相談していただき、あるいは癌相談支援センターや患者会、早期からの緩和ケア外来など一緒に考えてくれる場所ですね。そういうのを見つけて穏やかに療養できるといいと思います。癌というのはどういう病気という質問に対して簡単に解説しました。とにかく心配することないですから、よく相談してくださいね。これからも緩和ケア、医療、健康の役立つ情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。顔のところをクリックしていただいて、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。